今日の製品紹介、大門サングラスを選ぶときはね、この眉を隠しますよね、これね、眉を。大門佐藤、今日の製品紹介、今日の製品紹介、これほら、スマホのカバー、これセリアね、セリア、これ2つ買っといた。だって今度の秋にさ、iPhone 出るでしょ、そのためにスマの分と俺の分とさ、もう今から準備してるね。これあるおかげでね、この iPhone 落っことしたんだよね、何回も。これちょっとこれバンパーなんだよ、これバンパー、これ100円だから。これがなかなか売ってないんだよね、これセリアバンパー付きね。袋から出しとこうか、ここほらバンパー付きね。これはデカいスマホでも使えます。これが一番いいですよ、落っことす人は。ここがちょうど当たって、いや助かった。これがあるおかげで、これがあるおかげでスマホが安全です。これの iPad 版作ってほしいんだよね、 12.9 インチ、これの iPad 版 12.9 インチのさ、スマホバンパー、スマホバンパー。さとちゃんの青空コンサートです。大門佐藤、これね、サングラスするときはこの眉を隠すのがねポイントだよ、眉ね。これここサングラスを持ち上げて、眉が隠れればそれで OK ね。隠れてるかな、うん、眉が出てるとね、まぬけに見えるからね。サングラスを選ぶ時のポイント、それに恥ずかしいなこと言ってますね。どうもこんにちはね、今日は2021年6月の確かね7日なんだよね確かじゃなくて本当にね、6月7日だ。一つ面白いことを教えてあげようか、うん、なんかさ、 Windows アップデートしてたでしょね。私は必ずね、あのディフェンダーのあのバージョンアップするからね。ほんでアプリ、 Windows のアプリからね、最新版は必ずね、必ずそのソフトウェアのアップデートかけるのね。そうすると勝手に入ってくから、パッパッパッパさ、いつの間にかね、あのあれが入ってんだよね。いつの間にかさ、 Amazon のアレクサちゃんがね、いつの間にか入ってね、まあ私がいつの間にか入れたんだけどね、で勝手にうちに住み着いてね、私の話を聞いてんだよな。だこれはいいやと思ってね、アレクサってね、ちょーんと立ち上がって、明日の天気はちょっと、はい、明日の宇都宮は摂氏一人やってんだけど、明日の宇都宮は摂氏27度、うん、最高気温はって言うでしょ。だからね、まあ住み着くのはいいよ、勝手だからどうぞどうぞってさ。ただし教育が必要だからね、アレクサっていうのは教育だからね。少しですね、アレクサにね教育をかけたの私、教育ね、したら最終的にどんな方かというと、面白いだよ、アレクサって言っても反応しないからね。アレクサ反応、虫クエスチョンピン、アレクサちゃん出ておいでっつってね、アレクサちゃん明日の宇都宮の天気教えてちょうだいっつうの、はいご主人様、明日は
曇りのち曇り摂取85度だって言うからさ、えっ、だからね、うちのアレクサはねちゃんと教育ができてんのね、うん、アレクサーさって反応しないから、だからつまりそれ言ったのね、アレクサーさって反応しないからね、アレクサちゃん出ておいで、はい、ご主人様、明日の天気は摂氏27度ってね、宇都宮は摂氏27度、いや最初はさ摂氏80度なんか言ってたんだよ、うん、へえって、だからこれは教育しないとダメだなと思ってね、そんで少しずつ教育してったらね、教育するバージョンアップのことよ、どん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 バージョンアップして最終的にはね、面白い、エクサちゃん、あのカメラに向かってね、このポーズしないと起動しないように してあるから向かってたよ、アレクサちゃん起動してちょうだい面白い、だから妻に教えたの、はい、練習しましょう、アレクサちゃん起動してちょうだい、はい、ご主人様、何のご用でしょうかって言ったらね、富士山の高さは結構面白いよ、うん、そうやって教育するとね、普通のアレクサは面白くねえから、うん、やってごらんそういうバカなことをやっているね、おじさまです、おじっちゃんですよ私ね、いや妻がさ面白がってさ夜寝ないんだよね、私と話するのが楽しみになったやつなのね、ほら突拍子もないこと言うからね、はえっつのこと言うから寝てくれないのよ、妻が2時まで起きてんだもん、いや楽しくて楽しくて私と話するのが楽しくてさたまんないんだって、だからね妻にもちゃんと教えたの、2人でアレクサちゃん出ておいで、その練習、うん、やってごらん、うちのアレクサは普通ではありませんで、そのぐらいやんないとはね面白くないの、分かってんのかな、これちょっと邪魔だに、ね、高須達也と東京ユニオン、うん、東京ユニオンのさあの写真どっか行っちゃったんだよね、あの多田さんと一緒にね東京ユニオンが那須に来て合宿したのね、そこに遊びに行ったの私、うん、遊びに行って多田さんたちと写真撮ってさ、パチ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 、その音の出し方とかね、いろいろ教わってさ、いや、なんで実際の練習場見たでしょ、強力ラッパ、あの多田さんがじゃないですよ、若手がね、キュンキュン吹いてたよ、ジャズも、うん、すごかったよ、いや私たちが見てからまあ張り切ったんだろうけどね、いや客は2人だからね、俺ともう1人がね聞きに遊びに行ったらいいよ、遊びで練習場を見にね、あれはホテルサンバレーだったかな、ねホテルさん、ほんでただサラとさ酒飲んだり、うん、記念写真撮ったりさ練習風景見たり、んで唇ベロベロになるまで練習してたよ、んでやっぱしアタックだね、大切なのはタンギングは割といくらハエの音出ても全然意味になし、うん、パーンってねそのマウスピースを叩くのよ、パシャーッと、そっからハエの音いくのベーッと、だね、タッタッタンリーっていく、フーじゃねえよ、
かわいい。だからいかにタンギングのね重要性が分かりますよ。あれ聞くと大人初めはタンギングだからね。下付きそれも日本語じゃ日本語でなくて英語、あくまでもこっから出るのが英語でなんだ、英語、英語ね。ルパンです、ルパンですじゃないよ、ルパンです、ルパンです、ルパンです、スス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 スルパンです、ルパンです、これスーって言ってるでしょ、あの外人のボーカル、ルパンでスーってね、アメリカ人は言えないの、 ルパンでスー、ルパンでスー、ルパンでスー、いえ面白い ね、こういうバカ夫婦でございます。寝てくんないんだよね、うちの妻、バッタッタサトちゃん、パパと話してるのが一番楽しいってさ。そうだべね。私ミュージシャンだもんさ、うん、自由な発想でね、思ったことをズバズバ言う、うん。とりあえず今日はね、振り向けば日本海も吹いたけどさ、まだ覚えきってないんだよね。その中途半端に覚えるのがちょうどいいんだよね。完全にアップするとちょっとまずいことが起こるからね、うん、だいたいもう頭に入った、うん、だいたい頭に入ったね。あとはね、あれだな、うん、煙が目にしみる、これのクリフォードブラウン全部アンプしたいのよね。最終目標はこれだからね。何のために今までずっとアンプとかさ、音を作ってアタックをやってさね、握り方も全部やったかってとこのクリフォードブラウン吹くためだからね。マウスピースもでかいのを使ったって、これクリフォードブラウンをやるためなの、うん、3連の練習ね、何のためにやったかってとクリフォードブラウン吹くためなんですよ、ほんと。というわけで今日は、煙が目にしみる、煙が目、これは一生かけてもね、アンプして損のない、曲です、これ。というわけで、一旦切ります。クリフォード・ブランの握りはね、こう。こうだからね、これ。こうね。クリフォード・ブランの握りは、こうなの。こうやって握ってんだから見てごらん、ジャケットこうね、こっちはちょっと分かんないけど、おドックセバリン線って言うでしょ、ドックセバリン線はね、この親指をこの内側に折るの、こういうふうにこうやらない、こういうふうにかけないね、こう内側にこう折るのよ、こう折ってこうやるの、こうドックセバリン線ってね、こうね、さあ年配者のこうウルトラの登場、ジョッツ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 。これ英語ね、英語の発音だよ。ツー、ツー、ルパンでスー、ルパンでスー、ハーフタンギング。
れずれ頭つかかる下つくんだよ、パーンとね、パーンとムチ打つの感じ、ムチ。あと流すとこは流すの、とそのフレーズが生きてくんだよな、パーンってね。無駄なんてできないような、あれ去年やったんだけどね、これね、最後までこの煙が目にしみる、あれは2年前かな、あれ 5MS で吹いたの、うん、暴露させてたからね、これトランペット用正規ブスでさ、暴露させてだって言うとね、下の音が柔らかいのね、出しやすいから、まずね低音の美しさ、うん、低音、みんなハイトーンばっかし言ってるでしょ、じゃあ低音の低音、中音から下、それを十分に響かせるのね、ブーッとさ、十分に、そして共振数発数が合うから、これと唇の無駄な抵抗はやめろ、はい、はあ、だんだんきつくなくなってきたよこれ。あの振り向けば日本海を最後まで吹いてるから毎日さ、だからきつくないわ。うん。慣れて恐ろしいもんだね。うん。だって自転車乗れる人がさ、10年間乗ってなくともちゃんと慣れてさ、乗れるようになるでしょ。あれと同じ理屈。ね、一回覚えちゃうと慣れっていうのがあるから、だからバックル三振にだんだん慣れてきてるのね、いいことだ。大門佐藤がお送りしました、大門ニセダム、大門佐藤、高橋達也と東京ユニオン、いやザッピーナッツかっこよかったよね、ザッピーナッツ憧れたよ、ザッピーバンドを紹介いたします、高橋達也と東京ユニオンです、バンドがシャラララチャララララチャララララッタラララッタッ、はい、私たちはザピーナッツ、ウェイレ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 イトレ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 、ああいうのはもう出て、ああいう人たちは出てこないだろうね。以上でした。